どうもショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。今僕は友人のお宅訪問をするためにちょっと今そのマンションに来てます。で、今回ご紹介するお部屋はアフィリエイターさんっていう職業をされてる方のお部屋なんですね。断捨離をして引っ越しをされて、で今の物件にいるそうなんで、断捨離後の引っ越しした物件がどういう風になってるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。ゆるい感じですよね。で、後ろ姿はこんな感じです。なんか髪型をセットする時間がもったいないということでこういう風になってるみたいです。なかなか合理的ですよね。はい、お邪魔します。スリッパありがとうございます。わすごい。わかりました。じゃあ、なんと呼べばいいですか。スーさんで、はい、わかりました。じゃあ今からスーさんのお宅訪問なんですけど、スーさんはここに来てから何日目ですか。まだ1週間ぐらいです。1週間ぐらいですか。はい、1週間ですか。1週間です。ここに引っ越す前はどういうところにいたんですか。はあ、どういうところっていうのはどんな部屋か。そうですね、どんな部屋とか。ちょっと行きってデザイナーズマンションに住む、はい、行きってはい、行きってコンクリート一般のコンクリート張りみたいな。コンクリート張りです、完全に。あ、こういったんですか。はい、こういう感じで多分いけます。おー、なるほど、何があって。お、おしゃれですね。そうなんですよ。はいはい、はい、なんかフォトジェニックな物件ですね。そうなんですよね。で、そこを出た理由って何ですか。出た理由、ちょっと1DK に住んでたんですけど、はい、ちょっといろいろ物を捨てていったら一つ部屋が完全に余ってしまったので、はい、とこいらないなっていうのと、はい、もう一つ徒歩10分ぐらいだったので、はい、もっと駅近に引っ越したいなっていうのもありました、はい、なるほど、結構遠かったんですね。そうです、そうです。ああ、そしたら今の住んでいるこのお住まいは駅から何分ぐらいですか。30秒ぐらいですめちゃくちゃ近くなってるじゃないですか家賃も結構下がりました。あ、もう全然3万円ぐらい下がりました、はい、ちょっとその引っ越してみての感想は後でちょっと聞きたいので、はいはい、じゃあちょっとスーさんのここがこうなってますみたいな。これキッチンですか。はい、これキッチンです。これキッチンでお茶があって、なんかめっちゃ和風です。あ、そうなんです、僕緑茶が好きであ、そうなんですね、はい、お茶送ってもらってるんです。あ、そうなんです。あ、でバナナとか、はい、あって料理どこにあるんですか。食材というか。食材ですか。僕、はい、ご飯食べるもの全て、はい、もうルーティン化されておりまして。ルーティン化、はいはい、なんでしょう。朝は、はい、バナナと、はい、こっちにヨーグルトが。ああ、なるほど、冷蔵庫。あ、なるほど、これで冷蔵庫、はい、ヨーグルトと、はい、あとゆで卵、はい、と、はい、まあ、こんな感じ。麦茶、オレンジ、豆乳って感じですね。あ、これルイボスティーっていう。ルイボスティー、はい、なんか健康にいいっていう、うちの母ちゃんが飲んだらいいよって言ってたんで、はい、状況以来ずっと自分で作って飲んでます。あ、そうなんですね。はい、ルイボスティー。あ、で、キムチ、キムチ納豆ありますね。あ、キムチ納豆、そうですね。これ、夜ご飯はいつもこれです。へぇ、これとゆで卵ですね。あ、夜ご飯それですか。え、ご飯、白米とか食べる。あ、白米は基本的に一人でいるときは食べないです。え、じゃあ、炭水化物どう取ってるんですか。あんま取らないですね。友達とか彼女とご飯食べるときに、はい、まあ、もうがっつりご飯はもともと好きなんですけど、眠くなっちゃったりするんで。え、でも、はい、血糖値上がるようなこのルマンドあるじゃないですか。これはやっぱり外せませんよ甘いものはどうしても。あ、そこはね、はい、そうなんです、そうなんです。あ、そうだ、はい、飲み物買ってたんです、はい、あ、本当ですか、はい、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとポカリいただきます。あ、ポカリでも全然。ありがとうございます。はい、いただきます。こんな感じで、はい。優しいです。あとこれプロテインですかね。はい、僕が好きな。お、はい、プロテイン。これは、はい、何プロテインですか。これホエイプロテインってなんかよくわからないんですけど、はい、すごくいいってこう知人に教えてもらったので、はい、こればっかり飲んでますね。あ、そうなんですね、はい。何がいいんですか。なんか最高品質らしいですね。その国内の。あ、そうなんですね。で、聞きました。ね、で、僕はあまり知識ないので言われたままやってますっていう。なるほど、はい、感じです。そうですよね、はい、で、これはお昼ですね。あ、そうなんですね、はい、あ、お昼にフレグラなんですか。そうです、絶対に。あ、絶対、ほんとルーティン化されてるんですね、はい、もう決まったです。あとこのわかめと、はい、ちょっとお味噌汁、これあれですね、簡単な即席のやつをちょっとこう、はい、あ、タッパーに入れて、タッパーに全て入れてでやってるって感じですね。シンプルですね。はい、もうこれだけです。飽きないんですか、毎日同じ食べ物。そうなんですよね、飽きないんですよね。飽きないです。毎日美味しいです。毎日美味しい美味しいなって思いながら、はい、食べてます。すげえ。そうです。前住んでるところもこれぐらい少なかったんですか。
いや、もっと溢れてました、ものは。へー、ギターとかベースとかいらないもの、はい、洋服もそうですし、はい、なんか食器とかも誰も来ないのに、はい、うんうん、2人分、3人分とか置いてて、あるあるですよね、来ないっていう、いつか来る時のためにみたいな結構来ないですよね。そうです、結構来ないんで、はい、全部捨てました。そうなんですね、はい、で、ここにまあ、これもキッチンスペースみたいなもんですね。そうですね、こっちがキッチンスペース。で、そこに掃除とかで、はい、で、これなんですか。これが寝袋です。寝袋ですか。はい、はー、なるほど。これ枕で、寝袋の枕で、はい。で、この下にあるのは何ですか。これ、まあ、いらない冬の服を全部詰め込んで、はい、入れたら、ちょっとこれとちょうど同じサイズだったので、はい、置いてみたって。置いてみた。置いてみた。なんかすっきりしたなっていう感じです。すっきりしましたね。はい、これなんですか。あ、これ僕部屋に帰ったらいつも着替えるタイプなんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ今日はちょっとこれを着てもらってるって感じですね。今来たばっかりなんでまだ着替えてないっていう。なるほど。はい、で、これでっかいやつなんですか。これ無印のダメになる、はい、人をダメにするソファーですよね。はい、そうです。はい、これがちょっと癒し、はい、ポイントというか、この部屋の。あ、癒し入ってる。基本的にこのデスクでし、はい、にしか僕いないので、はい、なんかこうゆっくりこう、はい、あーってなる時がないので。あー、なるほど。ちゃんと掃除アイテムも。そうです、疲れたらもうファーッと、はい、でも人、これ乗っちゃうと人ダメになっちゃうんですよね。いや、そんなにならないです。ならないですか。自制心で。自制心思ってたよりふわーってならなかったので。あ、思ったらならないですね、はい、まだ。あ、まだ、まだこれからなっていくのかな。これからダメになっていく感じですか。これからダメになっていこうかなっておしゃれですよね。そうですね、こっちも生活。あ、ここすごいおしゃれです。で、これが勉強みたいな感じですか。また本を置いてるだけですね、はい、へー。司法書士、コピーライティングとか。はい、面白いです。で、これすごい渋いんですか。これ誰ですか。あ、これ僕のおじいちゃんです。あ、おじいさんですか、はい、尊敬するおじいちゃん。へー、はい、状況の時からもう持ってきてます。男尊女卑でもないですけど、はい、偉いっていう世代なのに、うん、おばあちゃんにめちゃくちゃ優しくて、へー、地域の評判だったらしいんですよ。あの人はいいね、何でもしてくれていいねっていう感じだって。あとこう地主だったりして、はい、頑張っすごくお仕事頑張ってたっていうのを聞いて、なるほど、最高じゃねえかと。確かに仏みたいな人ですね。はい、で、そ、実際優しかったのすごく僕に。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、なので、はい、あの、尊敬してるっていう感じですね。あ、おしゃれですね。この家具とかってどうやって揃えたんですか。あ、なんか気づいたら、はい、前の家からあったやつを全部ただ持ってきただけなんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。なんかすごいおしゃれ。気づいたらこう統一感が出てきたって気づいたら統一感が出てラッキーパンチそういうことなんですか。そうなんですよ。で、国語も仕事部屋で、すっきりしてますね。普段どれぐらい仕事されてるんですか。あ、もう家にいるときは基本的にずっとここに座って、はい、何かしらやってる感じですね。あ、そうなんです、はい、あんまりその仕事してるって、はい、イメージもあんまりなくて。おー、あ、自覚がないみたいな。そう、自覚がないですね。へぇ、はい、やりたいことがいろいろあるので、はい、あって、はい、みたいな。そうです、そうです。そうなんですよ。これいくらしたんですか、ちなみに。10万円ぐらいでしたね。10万円はい。はぁ、これどれぐらい使ってるんですか。1年、あ、2年かな。いや、1年半ぐらいですかね。1年半ぐらい、はい、去年の冬1月ぐらいに買ったので、2018年。やっぱこれ最高ですか。これ最高です、白いのがまた気持ちいいですね。確かに白いのがいいですよね、はい、白いのいいですね。こういうの見ると興奮するんですよねガジェット。本当ですか。はい、あ、これはちなみに何年ですか。はい、これも2013年に僕が起業した時に、うん、兄がプレゼントしてくれたものなんですよ。なのでちょっと動作が重くなったりする時もあるんですけど、やっぱりそれは売れないって感じですね。兄にプレゼントしてもらったものなんで。はい、そうですよね。これを大事に壊れるまで。はい、そうですね。使い続けていく。へえ。でも普通に見た目は新しいですよね、全然。そうですね。僕は週1で絶対掃除するんですよ。はい、床掃除とか全部ですか。はい、全部やります。へ、土曜日のお昼に掃除するって決めてて。そこも決めてんす。そうですね。そう言われるとそうですね。へえ。なんかすごいこう。なんかまた旗から見たら、はい、すごい自分をにしてやってるようにしか見えないんですけど。あ、自然体ですはい、へえ。でそれ掃除してて、はい、で気持ちいい気持ちで、はい、日曜日を迎えるっていうのがなんか、うん、とてもルーティンっていうルーティンなんですけど。なるほど、はい、独身が長くなるとこうなりますよ皆さんですこじらせますよっていう。そうなんですね。この下の何ですか。あ、これはですね、
はい、あのステッパーと言いまして、はい、これ、あ、大丈夫ですか。あ、もちろんです。これあれなんですよ。はい、なんすか、なんすか。あ、上がるんですよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。自動で。おお、立てるんですけど。そうなんですよ。あ、すごい、すごい、すごい。いつもより上げておりますとか言って、はい、もうなんかセットしているところにパカッと止まって、はい、いいですか、じゃあ回して、はい、これをここに、あ、はいはいはい、大体の場所にこうやって置きまして、なるほど、こうやって立つと、はい、でここでこうやってこう踏みながらやるという、はい、すごいっすね、席二丁のえ、これやる、痩せるみたいな運動ですか。運動となんか、はい、頭が活性化されるっていうのを聞いたので、あ、はい、なるほど、そうです、なんか運動してるといいよっていう、そういうことなんですね。でえ、机の上ってだってもうこれだけですか。そうですね。なのにめっちゃ広いですね。そうなんですよ、なんかすっきりしてるのがやっぱ、うん、集中できるかなと思って。いや確かに、はい、ただこじんまりしてるだけよりも、そうですね、うん、すっきりしてた方が、はい、まあ、これここがまず軸で、はい、あとはその仕事にできるように配置したってだけですね、うん、はぁ、ここが一番最優先です、デスクが。そうですね、はい、もうこの環境最優先ですよね。そうですね。で、これがしやすいようにこうこっち見やすくしたりとか。そうですね。はい、座ってるとちょうど おじいちゃんの写真が見えて、はい、うん、サボってんじゃないよって言われてるような。ああ、なるほど、優しく言われてるような感じ で立つと立ちますと、はい、立ちますと。やっぱりこういう画面、こういう大きい画面って集中しやすいですか。あ、そうですね、僕は大きい方が良くて、ノートパソコンだとちょっと効率が落ちちゃいますね、なんか。本当ですか。はい、あのトラックパッドっていうんですか、はい、あれもちょっと慣れないですね、やっぱりマウスとキーボード、このキーボードの方が。あ、そうなんですね、はい。ちょっと甘いものをこうやって置いといて、はい、甘いものを置いてますね。甘いものを置いて、はい、こっちを止めて、はい、お土産でいただいたもちょいちょい和風出てますね。あ、そうですね、僕は和風ですね、はい、で、洋服がこちらなんですけど、はい、洋服のなんかこだわりポイントとかってあります？洋服はもうそんなにないです。もう無印で買えばいいやっていう、はい、もう頭になっちゃってるので、最近はもう無印で買わなくなりました。あ、なるほど、はい、無印で買えばいい。あ、本当だ、ね、無印統一されてますね全部貼ったままっていう確かに、はい、剥がさないですね。剥がさないですね。え、洗濯機とかどこなんですか。あ、洗濯機はですね、こちらに。あ、洗濯機は開いてあるんですね、はい、あります、はいはい、はい、失礼します。洗濯機は断捨離は僕はできませんでした。はい、僕もちょっとあんまりしたくないですよ。ここです。なるほど、はい、あ、ここですね。へえ、あ、これが洗濯スペースみたいな。そうです。もう収納があまりないので、はい、先生のしておかないと。あ、そうか、そうか、あの収納がそもそもないんです。そうです。しかも無印、スーツケースは無印じゃないですか。あ、はい、これ無印です。はい、センスがない人は無印で買えば間違いないです。ああ、間違いないですね、はい、それ間違いないです、はい、そうですなるほど。あ、ここで、ここが、はい、はい、失礼します。おお、あ、かわいいです、かわいいですね。スリーコインズで。スリーコインズで、はい、あ、ここ無印じゃないですよ。そうなんです。いや、無印のちょっとカビやすいんですよね。あ、こんなこと言うと怒られちゃうかな、無印から、はい、へえ、なるほど。そうなんです。で、これ引っ越してみて、はい、どうですか1週間、今で1週間ですよね。はい、そうです。はい、はい、なんか、やっぱやること集中できてるなっていうのはすごくありますね。前の家はデザイナーのマンションで、はい、住んでる、ただ気持ちは良かったんですけど、それはちょっとだらけてしまったので、今この家は本当にこの、本当ショピさんもおっしゃってますけど、はい、仕事するか、はい、寝るかっていうだけしかないので、はい、あとあれですね、物をだいぶ減らしたことによって、はい、自分の好きなものだけに囲まれているような空間、はい、っていうので気持ちいいですね、すごく。あ、はい、なるほど。余計なものは何もないっていう、全部必要で、はい、全部好きなものに囲まれているので、なんか生活の質も上がってるような気がします。なるほど、それいいですよね。楽です。選択肢を少なくした方が、はい、多分楽じゃないですか。間違いないですねなるほど、選択肢減らしてるんですね。そうです、選択肢を減らしてますね。へー、選ぶ楽しみもあるのかもしれませんけど、はいはい、やることが決まってるなら、はい、まずそれに集中できるような環境とかを整えた方が、うんうん、確かにいいのかなって。でもこう、だらけたりしないんですか。だらけるときは、はい、あの、その友達と遊んだり彼女と会うときに、はい、思う存分だらけるって感じです。あ、なるほどなるほど、はい、閉めるとこは閉めて。そうです、そうです。そんなにでもこう力いっぱい、はい、なんか自分を律してみたいな気持ちも全くないので。ないんですか。全くないです。なんか、はい、幸せ
だなっていつも感じます。あでも本当それが大事なんですよね、はい、本当それ大事ですよ。じゃあこれからあの何でしょう、この部屋で何していきたいとかあるんですか、はい、何していきたい、はい、それ目標みたいなもんですかね。そうですね、まあ、これからどうなっていきたい、そうですね、達成したいその月収売上みたいなのは、あ、はいはいはい、もちろんありまして、はい、それはまあただの目標で、それをお、うん、まあ、どう使うかってことですけど、はいはい、まあ、僕は家族孝行をとりあえず今一番したいので、はいはい、うんうん、家族孝行をしたいですね、とりあえずお仕事を頑張ってっていう感じです。なるほどですね、はい、仕事か、あの家族孝行するために今頑張ってるんですね、はい。ちなみになんですけ ど、はい、どそのアフィリエイターさんじゃないですか、はいはい、とか自分でやってるわけじゃないですか、はい、とやってるという意識はなかったんですけど、うちの兄がなんかそういう感じのことを僕に教えてくれて、はい、でまあ、あのサイトとかを作って、はい、まあ、こういう稼ぎ方があるんだよっていうことを教えてくれて、はい、で僕がちょっとやってみたらたまたま最初うまくいって、はい、これはいいぞとこれは楽できるぞと、これは楽できるぞと思って やり始めたって感じですよね。いやでもそれでやるってのがすごいですよね。あ、本当なんかよく言われるアフィリエイトでよく言われるのが、はい、そのしばらくずっと報酬は出ませんってことなんですけど、僕出ないところ、うん、時もずっと楽しんでやってたんですよね。記事を書いたり、はい、そのアクセスがちょっと来たりみたいなのがどんどん楽しくなっていったので、はい、無報酬だった時期もありましたけど、はい、でも全然その仕事ですね、はい、あとまあ兄とか友人とかがもう実績を出している人が周りにいたので、うん、やれば間違いなく稼げるのはこう知っていたので、うんうん、だから頑張れたっていうのもあるのかもしれないですね。あ、それ間違いないですね、はい、本当に、はい、先駆者がいたっていうのはいいですね、はい、多分先駆者がいたと、はい、はい、でももう助かりました。スーさんは世の中で言ったらまあ先駆者じゃないですか、ある意味。いや全然ですよいやいや全然ですなのでこれが楽しみですね、はい、3週遅れぐらいで頑張ってます。3週遅れぐらい、はい、またまた謙遜な。じゃあ次はちょっと今度はお会いした時は、はい、アフィリエイトについてちょっとお聞かせして。あ、もう全然僕が話せることであればで僕もペーペーですから全然え、ちなみにアフィリエイト歴って何年ぐらいですか。うん、歴で言ったらその5年ぐらいはやってますけど、はい、その真剣というか、うんうん、やり始めたの2年ぐらいですね。あ、はい、そうです。あ、でも2年やってるんですよ。そうですね、一応大体そう続かない人多いじゃないですか、2年。そうですね、だからやっぱりその先駆者がいた、成功者がもういるっていうのが身近にいたので頑張れたっていうのはあると思います。うーん、はい、なのであった方がいいですね、アフィリエイトやりたいならこう成功している人に。確かに、はい、アフィリエイトやりたい人はもうすぐ会った方がいいです。いや、僕はあれですけど、はいこれからもよろしくお願いします。あ、もうこちらこそ、はい、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう行きましょう。あ、もうゴミですよ、はい、全然。あ、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは。わー、おしゃれ。全員なんか本人が書いたみたいですよ、これ。部屋が2つあるより1つの部屋に全て揃ってる方が僕は生活がしやすいですね。なるほどですね、はい、過ごし方はちょっと下手なだけかもしれませんけど、はい、いやいやいや、やることがもうなんかこう決まっているので、はい、それだと1つの部屋で十分だったっていうだけです。なるほど。いろんなことをしたくて、例えばこう漫画を、うんうん、読みたい部屋とか、はい、楽器を聴きたい部屋とかあってもいいかもしれないですけど、うん、僕の場合は今はもう全て足りてるっていうか、一つの部屋で足りてるっていう感じですね、うん、はい。